外国人とデートしてみたいっていうことを考えましたか？どの国の人は一番かっこいいと思いますか？なんかドイツのイメージはどんな感じですか？ドイツ人男性とか、はい、喋れたらちょっとしてみたい。Viele von euch haben schon mal bestimmt mit dem Gedanken gespielt, eine Japanerin zu daten. Doch wie sehen die Japanerinnen das? Würden sie einen Ausländer daten und vielleicht sogar heiraten? Die Frage stelle ich mir heute hier in Tokio. Wir labern jetzt gar nicht so lange rum und sprechen die Leute einfach an. Let's go. Viel Spaß. 今日は日本のデート文化について質問を聞きたいんですけど、まず僕は聞いたのは日本では3回目のデートで告白すること、それは本当ですか？本当です。じゃあ今まで付き合った彼氏とかとはそんな感じでしたか？3回目で告白された。3回だ。でも結構1回はない、絶対に。3回4回ぐらい。ない、はい、ない彼氏ない。結構海外の人を見てますけど、このチャンネル、外国人とデートしてみたいっていうことを考えましたか？デートしてみたい。デートしたい。それは何でですか？なんかすごい海外の人ってレディーファーストとかすごい、すごい聞くので、なんか、はいはい、確かになんかその海外の人みたいなのとなんか関わった時もすごい優しくしてもらった覚えがあるので、なのでちょっとしてみたいなと。あ、そうなんだ。へえ。うち濃い顔が好きだから。あ、はい、彼氏に欲しい。どの国のがかっこいいと思いますか？どの国の人？どの国の人？はいはい、スペイン系の方の顔、結構好きです。分かんない、分かんない、分かんない。付き合った上で壁になることがあると思いますか？難しい、はい、文化の違い。じゃあ言語だよ、はい、言語。英語喋れない。あ、確かに。え、英語わかりますか？わかんない。英語と日本語どっちも喋れてほしいかも、うん、なんか自分が英語喋れないからその、まあ、教えてほしい。まあデートはデートなんですけど、海外の人と結婚することを想像できますか？正直で答えてほしいです、はい、もう想像できる。おう、うちもできる。例えば外国の人とデートに行くとしたら 何したいですか？何したい？テーマパークとか行きたい。ディズニーとか、うん、いいね、ディズニー、いいね。私服買いたい。うん、服見に行きたい。あ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。そうですね、今日のテーマはなんか日本のデート文化なんですけど、デート文化、最初の質問は結構僕が聞いたのは3回目のデートで告白すること、それは本当ですか？本当かもしれないですね。結構聞きますね、はい、結構聞く、うんうん、結構外国の人が見てますけど、外国人と付き合ってみたいと考えたことありますか？そうですか？あ、うんうん、思いますね。あ、はい、それは何でですか？頭良くなりそうだから。あ、頭言語を勉強するから。あ、はいはい、まあ、それは、まあ、デートとか付き合うことはそうなんですけど、でも結婚とかは想像できますか？ あんまり想像できないです、はい、なんか言葉がちゃんと伝え合えるかが心配かな、思います。だから文化の違いの問題もあると思いますか？ご飯とか、あ、はいはい、うんうん、自分が作ったのを食べてくれないと悲しくなっちゃう。あ、はい、なんかどの国の人は一番かっこいいと思いますか？日本以外の国だったら。知らないんですけど、はい、イギリスとか。イギリスがかっこいいのかなって思います、はい、それは何ですか？どこから？なんでだろう、はい、おしゃれ、おしゃれかなって。 あ、はい、あんまり国知らないんですけど、はいはい、ドイツのイメージはどうですか？ドイツ人とか、はい、あんまり想像がつかない。あ、はい、デート行くときは何が一番理想のデートですか？何をしたいですか？ご飯食べる。あ、ご飯食べる、うん、OK、 いいですね、はい。僕がよく聞いたのは、日本では3回目のデートで告白すること、それは本当ですか？それとも、うん、リアル、リアル、あ、はい、リアル。3回目でなんか期待しちゃう。あ、なるほど。3回目で何もなかったらちょっと変かな。あ、はいはいはい、海外の人か外国人と
デートしてみたいって思ったこと言いますかって思いますか。正直でいいんですけど、はい、ちょっと怖い。ん？ん？え、もうあっちも日本語喋れない？はい、ああ、それは壁になりますね。はい、ああ、日本語が喋れないと水。喋れたら。喋れたらちょっと。あ、はい、あり。私も喋れたらちょっとしてみたい。Ja, aber ey, Tobi, ich habe mal dich eine Frage. Es scheint ja echt wichtig zu sein, auch Japanisch zu lernen, ne? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das am besten machen kann? Ja, natürlich. Und zwar mit Rosetta Stone. Ja, Rosetta Stone ist eine App, womit ihr super euer Hörverstehen trainieren könnt und eure Aussprache. Und die App ist wirklich so darauf ausgerichtet, dass du so einen natürlichen Zugang zur Sprache kriegst, ne? Dass du mit der Input-Methode arbeitest, heißt ganz viel Hörverstehen, wie gesagt. Und nicht so dieses typische Vokabeln auswendig lernen, Grammatik auswendig lernen, was am Ende irgendwie auch keinen Spaß mehr macht, sondern dass du wirklich in die Sprache eintauchst, ne? Dieses natürliche Gefühl für die Sprache kriegst. Und da sind super viele coole Ausspracheübungen mit dabei.昨日私は肉と野菜を買いました。Und ja, ihr werdet euch vielleicht nicht so mega produktiv damit fühlen am Anfang, weil ihr keine Vokabelliste habt, die ihr abhaken könnt. Aber je mehr ihr es macht, desto mehr seid ihr einfach in der Sprache drin. Das Gute ist, ich arbeite ja schon länger mit Rosetta Stone zusammen und es gibt deswegen natürlich einen 50% Rabatt auf das Lifetime-Angebot von Rosetta Stone. Also check es gerne über meinen Link in der Videobeschreibung ab. Vielen Dank an Rosetta Stone für die lange Partnerschaft. Kommt nach Japan und wir unterhalten uns ein bisschen auf Japanisch.結婚はどうですか？結婚は想像できますか？それとも、まあ、文化の違いもあるから、はい、あ、会うなら愛があればね愛がある外国に住むってなるとちょっと怖いかもしれないです、うん、日本に住むなら大丈夫、うんうん、なるほどあ、確かにこの国がかっこいい人が多いっていうイメージとかいますか？なんか、うん外国人みんな同じでみんな同じアジア以外ああアジア以外アジア、うん、以外だとなんかかっこよく見える見えないなんかロシアとかあロシア問題それなんでロシアですか？なんかえ白人、うん、あなんかかっこ背も高くてかっこいいかな、うん、初めてのデートはどこがいいですか？何をしたいですか？理想なデートご飯食べてなんか夜あ確かに夜景見るとか、はいはいはい、理想同じですロマンチックですね日本では3回目のデートで告白すること、うん、それは本当ですか？多分、うん、そうかもね、うんうん、恋愛の始まりは、うん告白から、ね、うん、そう好きです、パーミッション、パーミッションが必要です外国人と付き合ってみたいっていうことを考えたこと言いますか？どう思いますか？いいと思います。ありだと思います。はい、はい、いいと思います。なんでだと思いますか？はい、カルチャーが違うから面白い。あ、うんうんうん、みんななんかお互いの国のことを知れて楽しい。でも付き合った上でなんか壁になることあると思いますか？やっぱりカルチャーの違いが壁になる気がします。言葉の壁？英語わかりますか？はい、わかります。 OK Can you introduce yourself in English please? No. Hi, Guten Tag. それだけなんか文化の違いって言いましたけど、例えばどんなシチュエーションで難しいと思いますか？子供の時から育ってきた中で培われた文化が違うって大人になった時に感じる、うん、価値観とか、価値観とかメンタリティ、そうそう、メンタリティとか家族の在り方とか、うん、なんかそういった細かいところ。そうですね、文化、食文化とか、うん、あとは習慣、うんうん、初めてデート行くときはどんなデートがいいですか？どこ行きたいですか？
美術館とか。ああ、いい。ね、うん、で、カフェ。カフェ、あ、素敵。大人っぽいな、いいですね。大人ですからね。はいはい、あ、散歩、そう、公園とか、うん、対話ができる時間があるといいと思います。Ja, wenn euch das Video bis hierhin gefällt, lasst gerne ein Abo da, denn es kommen noch weitere Videos aus Japan. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Nihon no deito bunka ni kyoumi arimasu kedo, gaikoku no hito to tsukiatte mitai toka teiu koto wa kangaeta koto arimasu ka? Donna kanji desu ka? Ka anmari kyoumi nai toka? Anmari kangaeta koto nai. Anmari kangaeta koto nai.うん、あんまり考えたことないかなっていう。それはなんでだと思いますか？価値観。あ価値観の違いがあるから難しいという、うん、はい、同じで価値観以外のこともありますか？なんか例えば、うん、Do you speak English? 英語喋れない。じゃあもしその海外の人が日本語できたらどうですか？言葉の壁はなくなるかなっていう感じ。でも文化の壁はそうですね、価値観とか。例えば価値観の違いだったら何が困ると思いますか？ご飯。ご飯、ご飯、そうですね、はい。味噌汁を飲まなかったら付き合えないよね。ダメです。確かに。ありがとうございました。僕が聞いたのは、あの日本では3回目のデートで告白することを聞きましたけど、本当ですか？それはちょっと本当だと思います。はい、3回目までに何かないと、うん、ああこれはダメだったのかなっていう。どうですか？うん、あの世代は違いますけど、はい、同じです。そうですね。じゃあ今の彼氏とはなんかその告白があったということ？そうですね、多分3回目くらい。3回目くらい。はい。外国の人と付き合ってみたいと思ったことはありますか？想像できますか？あ、全然あります。はい、私は留学してた時にお付き合いしてました。あ、どこでしたか？アメリカで。アメリカ。なんかこの国の人は一番かっこいいという国ありますか？まあ、イメージとして。イタリア？イタリア。イタリア。それはどこから来ましたか、そのイメージ？なんか陽気な人が多くて明るくていいかなっていう印象です。うん、私はオーストラリア。サーファー。サーファーイメージですよ。かっこいいですね。はい。なんかドイツのイメージはどんな感じですか？ドイツ人男性とか。はい、真面目で日本人と似てるかなっていう印象があります。うんうんうん。ビールをお昼からいっぱい飲んでるイメージ。実際に海外の人と結婚することは想像できますか？それともちょっと難しいとか？やっぱり距離があるので難しい、仕事とかもあるので難しいところあるかなって思うんですけど、はい、あ、うんうん、まあ愛があれば大丈夫なんじゃないでしょうか。はい、私はありかなと思います。あのでも付き合った上で壁になることは何ですか？例えば距離もありますけど、その他に子供とか生まれた時になんかどっちで教育させるのかとか、言語の問題とかが大きいかなって思います。なるほど、はい。英語わかりますか？英語わかります。ああ Can you introduce yourself in English, please? So, my name is Serino Suzuki、oh. and I have been cheerleading. Wow! And that's all. Very good English. Wow!価値観の違いとか心配ですか？日本の方がやっぱりこう察する文化じゃないですけど、言わなくて伝わりたい、伝えたい。でも海外の方とお付き合いするっていう人はそこに抵抗がない人だと思うので、うんうん、もう2人次第で結婚の壁となり得るのは多分ご両親とか親、はい、とかどっちに住んだで、どっちかの親はあまり会えないので、うん、そういうとこかなって思います。あの最後の質問は、例えばデート行くときはどこに行きたいですか？例えばどこに行きたい、何をしたいですか？はい、何をしたい、私は特別どっか行かなくてもいいかなって感じ
美味しいもの2人で食べられたらいいかなって。いいですね。はい。あまり行ったことないものとか、うん、見たことないとことか、旅行とか行きたいですね。新しい経験。はい。あ、OK。ありがとうございました。ありがとうございました。So, das war's auch damit mit dem Video. Ich hoffe, ihr fand's interessant. Natürlich muss man an der Stelle erwähnen, dass es nie wirklich repräsentativ ist. Es sind einfach nur einzelne Stimmen. Aber ich denke, man hat mitbekommen, dass es verschiedene Meinungen auch innerhalb dieses Themas gibt. Also, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace! Ja, ne Leute, also man sagt ja immer, verschiedene Länder, verschiedene Sitten, verschiedene Datingkulturen. Aber am Ende des Tages zählt das Herz.